えお疲れ様ですすさんあの折りり返しのサイトの紹介ありがとうございます、まあ、どんどんやっちゃっていただければと思いますけどもあの昨日ね仙台の塾生さんからあのご連絡ありまして、まあ、あの塾代の振り込みをさせていただきましたっていう趣旨ではあったんですけどもなんか仙台の方は思ったよりも雪深くないそうで通常の暮らしだそうですよねなんか東北っていうイメージがあったんですけども、まあ、仙台の中でもいろいろなのかなと。 その方のお話では広島の方が雪深いでしょうっていうふうに言われてましたね確かに広島の県北の方ではね雪が40センチ以上積もって、まあ、あの交通機関高速道路とか JR とか麻痺してたらしいんですよ私はあんまり関係ないところに暮らしてるんででも電車通勤とかしてたらもうピタッと止まってたでしょうねそうなると物流とかにも影響があるでしょうし物が届かないとできない仕事っていうのもね全面的にこの休業状態になっちゃったりとか 職場に歌手はないんだけども仕事ができないみたいな状態で経営者なんかせなんではなかろうかとそして従業員は思わずね臨時休業みたいなことになって会社の機械を掃除とかしてるんではなかろうかと思っちゃったりするわけですけどな何か私の聞いたところによるとあの熟成さんのいるこの広島県内の会社ではあの同じようなね供給が滞ったんで今日はみんなで。 美味しく忘年会をランチで行きましょうみたいな感じで社長がねあの従業員10人程度の会社なんですけども急に誘ってくれてで知り合いのお店をねあの昼開けてもらってねなんかやってたみたいですねなんか田舎の会社ってのはそういうのがあっていいですよねなんか今日はさ仕事になんねえからさもういいよって形だけ仕事してるふりして機械とか掃除したりとか書類の整理もいい,整理もい,いんだけども段取りついたらさ、まあ、今日は昼から休みにするんであのランチでも取りに行こうよっつってからね行ったらしいですよねうん。 なんかその田舎の中小企業の良さっていうのはそういうところでしょうねきっとねなんかその家族的な付き合いっていうかそこの社員さんも辞めないみたいですねなかなかね給料は安いけども辞めないらしいですよその給料が安くてもなんかやりくりがみんなしてね上手なんですよねじゃあその社長さんがねじゃあ一方的に儲けてるかてらそんなことなくて <laughs> まあ社長もねなんかそのカローラ2にずっと乗っていて乗り換えてないそうですよねだからその肌の温かさっていうのがなかなかいいところかなと思いますけど まあ、IT の導入はね、遅れてるみたいですからね。<laughs> まあですね私のこうコンサルの入る余地もあるかなと思いますけど、ね、はい。まあ、あの、いろいろと、ね、雪深いところでお疲れ様でございました。本当にえー、まだね、今年一花咲かせる時期が、うん、時間があると思いますんで、最後まで頑張っていきましょう。うん、じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様です。